はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではドラゴンスレイヤー英雄伝説、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、フラート国王の命令で、ヨルドの港に化け物退治に行ったんですけれども、その化け物をどうにかするには、バーバラ婆さんの力が必要だということで、今度はそのバーバラの家に行って、話を聞いてみたんですけれど、化け物をどうにかするには、竜の卵の中に入って、ヨシュア様とね、なんかお話をする必要があるらしいんですけれども、その竜の卵の中に入るために必要な、竜の涙というものが、税金の型としてね、ジェルマンとリストによってね、取り上げられてしまったということなので、今度はこのナッシュの町にいるね、ジェルマンとリストに会いまして、まあ、リュランとね、ジェルマンは兄弟なんですけれども、まあ、無事に話し合いのもと、税金を、まあ、国民に返してもらうように、まあ、お話をしてもらいまして、で前回はね、終了したわけなんですけれども、とりあえず今回は、まあ、バーバラの家に行けばね、竜の涙が、元に戻ってると思いますので、ワプの翼でバーバラの家に帰っちゃいましょう。バーバラの家はどこだ？あった。竜の涙、手元に来てますかね。先ほどリストンの使いの兵士が竜の涙を持ってきおったわ。これさえあれば竜の卵に入れるぞ。うん、ちゃんと戻ってますね。では竜の卵へ参るか。バーバラ、参るかといっても外はモンスターだらけで危険ですよ。そうですね、とてもバーバラが行けるとは思えませんが、エリオン様はこのババを見くびっておいでのようじゃな。竜の卵へ行くなどたやすいこと、ババの力をお見せしましょうぞ。バーバラはワープ2の呪文を唱えました。一瞬にして竜の卵かな。エリオン様、竜の卵に入ります。このババから離れないようにしてくだされ。はい、また竜の卵に入ったらヨシュア様に祈りが通じるまでは決して口を開いてはなりません。わかりました。では参りましょう。バーバラ婆さんやりますね。ここが竜の卵でしょうね。まあ相当神聖な場所みたいなんですが、エリオン様、ヨシア様からお言葉をいただきました。あ、そうですか、早いですね。たった今宇宙の力を送るのを止めていただけたそうでございます。うん、これでヨルドの港にモンスターが集まることもなくなるでしょう。では戻るといたしましょうか。バーバラはワプ2の呪文を唱えました。結構あっさりした儀式ですね。エリオン様、このババから一つお願いがございます。何でしょう。竜の卵への出入り方法、竜の涙のこと、決して他言なさらないでくだされ。竜の卵はヨシュア様のお告げをいただく大切な場所でございます。そこへこの竜の涙さえあれば誰でも入れると知ってしまっては、あそこへ入ってみたいという不届き者が現れるやもしれませぬ。まあそうですね、そんなことにでもなればヨシア様やフレイヤ様のお怒りに触れ世界は滅亡してしまうやもしれませぬ。うん、くれぐれもお忘れなきよう。了解です。これでまあ多分ヨルドの港の化け物がいなくなったと思いますので、またワプの翼で、今度はヨルドの港に行ってみましょう。ここかな。いや、ワプの翼大量に買っておいてよかったですね。リュランがリーダーになっちゃってるんで、セリオスに戻しますか。あ、町の人が、戻ってますね。で、道具屋もやってるみたいですが、
レスの鳩とビスの実、まあいらないですね。まあ港が平和になったっぽいので、いろいろ話を聞いていきましょうか。私の夫は船長ですの。また船の運航ができるようになってとても喜んでますわ。なるほど。ここはただの通路かな。あと話せそうな人はどこにいるんでしょうか。あ、いた。エリオン様たちのおかげでまた港に戻ることができました。お疲れの時はいつでもお越しください。あ、ここが宿屋代わりになるみたいですね。そう、このゲームは結構ね、宿屋を探すのに苦労するゲームなんで、まあ助かりますね。これはこれはエリオン殿、呪文が必要なのかな。あ、呪文、ワープ2が、あ、覚えられますよね。まあ、とりあえずワープ2を、セリオスに、覚えさせておきましょう。まあ、ワープ1の代わりですね。まあ、前回のナッシュの街でもいろいろ呪文を、まあ、覚えられたんですけれども、まあ、全然ね、その辺はやってないんですけれども。まあ、というのも、まあ、前回からね、また引き続き連続で、まあ、撮影をしてるからなんですけれど、武器屋さん。推奨シリーズ売ってますね。まあ、この辺があるんでね、さっきのナッシュの街では、まあ、何も買い物をしなかったんですが、まあ、装備関係は実況外で、やっておこうと思います。で、まあ、ここが聖域なんですけれども、もうモンスターいませんよね。うん、まあ、特にイベントがあるわけではないので、聖域からは出ましょう。結構街のすぐそばにあるんですよね。ここの家は、これはこれはエリオン様。エリオン様のおかげで町に戻れましたわ。しかも税の代わりに取られていた船が戻ってきましたのよ。これでうちの主人もようやく漁に出ることができますわ。うん、何よりですね。これはこれはエリオン様。エリオン様のおかげで町に戻れましたと。しかも税の代わりに取られていた船も返してもらえたし、これでやっと漁に出られます。うん、頑張ってください。まあ、とりあえずヨルドの港が、元に戻りましたので、まあ、ナッシュの町に戻るわけなんですけれど、ここの船に乗るとどこに着くんだろう。ラルファの砦かな、ですよね。これはこれはセリオス王子様、やっとヨルドからの定期船が戻ってきましたと。船長に聞きましたところ、ラヌーラ王家の方のおかげでヨルドのモンスターがいなくなったそうです。うん、リュランのおかげでもありますよね。まあ、特に用はないので帰りましょう。よし、まあ、ヨルドに帰ってきましたので、じゃあナッシュの町に戻りましょうか。じゃあ覚えたてのワープ2を使いましょう。ナッシュの町。ではジェルマンに会いに行きましょうか。この辺にいた士兵たちはもういなくなってますね。ん？いない。いつになったら化け物がいなくなるのだろう。あ、それだけですね。では、あ、そうだ、ナッシュの町じゃないですね。間違えました。アムダの村ですね。フラト国王に、ヨルドの港が平和になったことを報告しに行きましょう。います？いませんね。突然化け物がやってきたのです。あ、そうですか。で、フラト国王いませんね。エリオン様、大変です。フラト国王が化け物どもに連れ去られてしまいました。ん？
奴らは我が王家の宝であるギルモの星と引き換えに国王を解放すると言っておりました。なんと卑劣な奴らでしょう。まあ自業自得でもありますけどね。ご存知の通り、ギルモアの星はナッシュの南にある王家の墓にあり、中に入るには黄金の鍵が必要でございます。ほう。ところが先日城に賊が入り込んで、財宝などと一緒に黄金の鍵も盗まれてしまったのです。ああ、どうしたらよいのでしょう。仕方がない、まずは黄金の鍵を探そう。そうですね、探す必要なんてねえよ。この辺りで城に入れる盗賊といったらボワードぐらいしかいねえじゃねえか。もし奴じゃねえとしてもなんか知ってるにちげえねえよ。なるほど、よし、海賊島へ行ってみよう。うん、これでようやくフラグが立ちましたね。では海賊島に行ってみましょう。ワープ2でとりあえずスウェルの村かな。まあ直で帰ってもいいんですけれども、よう、あんたたちか、聞いてくれ聞いてくれ、船が戻ってきたんだ。ジェルマン様が取り上げた船を突然返してくれたんだぜ。おまけに今年からは税を軽くしてくれるんだと。今まではジェルマン様は俺たちのことなんか考えてないって思ってたが、まんざら捨てたもんでもねえようだな。まあどうでしょうかね。このおじいちゃんは、エリオン様がナッシュにいらしたそうじゃ。あの方さえ戻ってきてくださればこの国も救われたようなものじゃ。うん、まあ目の前にいますけどね。なあなあ聞いてくれよ、エリオン様が今度はヨルドの港をお救いくださったそうだぜ。あそこの聖域に化け物たちが集まってくるのを止めたそうだ。まったくすごい人だよな。ところであのフラート国王なんだが、まだ逃げていなかったらしいんだ。ウォンリークに逃げようとして失敗し、アムダに隠れていたそうだ。ところがところが、じゃ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 ーん、なんとセリスの城を占拠している化け物に連れ去られてしまったんだって。ははは、いい気味だ。国民を捨てて逃げ出そうなんてするからそういう目に遭うのさ。あんたもそう思うだろう。うん、まさにその通りですね。教会はまあ用がないのでスルー。スウェルの村はこんなもんかな。まあボワードに会いに海賊島に戻るんですけど、まあちょっと MP だけ回復してもらって、じゃあ帰りますか。海賊島意外に近いですね。まあワープで一気に帰っちゃってもいいんですけどね。セリフは変わってないですね。じゃあボワードに会いに行きましょう。ここにある酒ももうすぐなくなっちまう。セリスの町の酒場が空いていればなぁと。あんまりセリフは変わってないですか。ボワードいましたね。よう、ゲイル、元気そうだな。何？セリスの城に盗みに入らなかったかだと？おお、入ったぜ。よくわかったな。あの国王どもは困ってるやつでも平気で物を取り上げるんで、懲らしめるためにやったんだ。なるほど。鍵はいくつかあったが、俺様は宝石にしか興味がねえんだ。海に捨てちまったよ。あ、捨てちゃったんですね。貴様、ひえー。普段感情を外に出さないリュランが珍しく怒り、ボワードにつかみかかりました。リュラン、やめろ。落ち着け、リュラン。あ、セリオスまで止めに入ってますね。ゲイルとセリオスが止めに入って、リュランは我に帰り引き下がりました。申し訳ない。あまりの勝手な言い草に我を忘れてしまいました。ボワード、鍵はどのあたりに捨てたんだ？鍵を捨てたのは、確か、ヨルドの港を出てすぐのあたりだったと思うがな。なるほど。ヨルドの港あたりに鍵があるらしいですが、
じゃあヨルドに行きましょうか。この辺のフラグの立て方をね、ちょっといまいちよく覚えてないんですけれど、私の夫は船長です、ノーはいいんですけど、まあ漁師の家ですよね。漁師の家、結構遠いな。これはこれはエリオン様、今主人は漁に出ておりますのよ。大漁だといいんですけどね。怪物がこの国に現れてからというもの、ちっとも魚が取れなくなってしまったみたいで。ああ、なるほど、ここにも怪物の影響があるみたいですね。これではなくて、あのシーラスがよく取れるんだみたいな話をどっかで聞かないといけないんですけれど、スエルかな。漁師さん、やあ、あんたたちか、船が戻ってきたんで喜んで漁に出たんだよ。この辺りじゃろくな魚が取れないんで、ヨルドの沖の辺りまで出かけたんだ。そしたらちょうどヨルドの漁師がシーラスを釣り上げているところでな。あ、このセリフですね。ありゃ、でっかかったな。あんなでっかいやつは久しぶりに見たぜ。あんだけの大きさだとコイン7枚は硬いな。しかもあのシーラスの腹は妙な形に出っ張っていたからな。何か棒のようなものを飲み込んでいるな。もうちょっと早く言っていればあのシーラスは俺のものになっていたのにな。うん、このセリフを聞ければ、さっきの漁師の夫婦の元に戻って OK ですね。ヨルド、ちょっと MP 回復しないとワープ2が使えないかな。旦那さん戻ってますかね。ああ、戻ってますね。これはこれはエリオン様、沖で漁をしているときにシーラスを釣り上げたんですぜ。ご存知の通りシーラスは味もいいが、腹の中から金目のものがよく出てくるでしょ。もう喜んで開いてみたんです。そしたら出てきた出てきた、銀のスプーンが1本とコインが6枚。うん、結構貴重品がありますね。それからこの金色の鍵が出てきたんですぜ。うん、これが多分王家の鍵ですね。まさか黄金の鍵では。ちょっとその鍵を見せてもらえませんか。ほら、これだよ。やっぱりそうだ。漁師さん、これは黄金の鍵といってラヌーラ王家のものです。返してもらえませんか。バカ言っちゃいけねえよ。シーラスの腹の中から出てきたものは釣ったやつのものと昔から決まってる。しかも王家のものだって証拠もねえじゃねえか。いくらエリオン様の頼みでもこればっかりは聞けねえな。うん、まあ普段はエリオン様エリオン様とか言ってますけど、こういうところはなんか強情ですよね。ん？この黄金の鍵には太陽の石という宝石がついていたはずだが。漁師さん、この鍵に赤い宝石はついていませんでしたか。いや、この鍵には宝石なんぞついていなかった。いくらエリオン様の頼みでもそう簡単には渡せねえ。王家のものだという証拠を見せたら軽してもいいけどな。太陽の石には王家の紋章が刻まれていたはずだ。それをはめてみせれば黄金の鍵を返してくれるかもな。なるほど。奥さんは？エリオン様、申し訳ございません。まったく、うちの亭主と来たら。うん、結構強情ですよね。そしたらちょっと MP を回復して、でまあ宝石といえばボワードなんで、また海賊島に戻りましょうか。ワープ2で、海賊島、もう今回は移動ばっかりですね。なんか話が変わってるぞ。
セリスの町の酒場が開いていれば船長の機嫌も治るんだが、船長どうしたんでしょうかね。とうとうここにある酒もなくなっちまった。あ、全部飲んじゃったんですね。最近船長の機嫌が悪くてすぐに怒り出すんだ。酒があれば機嫌が良くて何でもしてくれるんだけどな。酒切れちゃったみたいですね。シーラスはどうだった？このセリフは一緒かな。で、船長はどこにいるんだ？あ、いたいた。よう、ゲイル、鍵は見つかったか？ボワード、お前なんか言い忘れてることがあるんじゃないか？な、何のことだ？黄金の鍵についていた宝石のことだ。知らねえな。とぼける気か。お前が黄金の鍵から太陽の石を外したんだろ？何のことだか俺にはさっぱりわからねえな。うん、完全にしらばっくれてますね。用がねえならさっさと出てってくれ。俺は忙しいんだ。ああ、そうですか。なんか話が平行線なので、ドスボコ、てめえら博打なんかやってんじゃねえ。うん、なんかボワード怒ってますね。船長はどうしちゃったんでしょう。シーラスはどうだったはいいんですけど、ここの人たちかな。船長が突然博打をやっちゃいけないって言い出したんだ。ひでえよな。ほら、向こうに一人寝込んでるやつがいるんだけど、船長に思いっきり殴られたんだぜ。本当にひでえよな。うん、八つ当たりされたんでしょうかね。船長が突然博打をやっちゃいけないって言い出したんだ。ひでえよな。あ、セリフ一緒ですね。あ、全員同じことしか言いませんね。こっちかな。さあ、ゆっくり休んでくんなーと。あ、休む前に話聞きたかったんですが。この人かな。いや、あんたたちか。あんたたち、船長を怒らせるようなことをしたんだろ。ただでさえ酒がなくてイライラしてるのに。おかげで俺は八つ当たりされて、このざまだよ。あー、いてー。かわいそうに。あ、よく見るとコブできてますね。ごめんなさいね。私たちのせいでひどいことをされたみたいね。普段のソニアからは想像もつかない猫なで声を出しました。あ、今度はソニアがリーダー。いいんですよ。へへ。そうだ。いいことを教えてあげましょう。あの船長、いつも俺には怖いものはないなんて言ってますけど、実はあるんです。なんだと思います？なんでしょう。へへ、お袋さんなんですよ。いつもはふんぞり返ってるくせに、お袋さんが来たときはそれはそれはおろおろしちゃって、お袋さんには絶対逆らえないみたいなんですよ。なるほど。まあそうなの？その船長のお母様のことをもっと教えてくださらない？いいですよ。へへ。まあ女性には弱いみたいですね。船長のお袋さんの名はミラルダ。船長がここの親分になる前はミラルダさんが仕切っていたんだ。それはそれはすごい海賊でしたぜ。男勝りなんてもんじゃねえ。ありゃ本当に女なのかってみんなで話してたくらいですからね。それもどうかと思いますけどね。それが10年ほど前に突然引退して今はアムダの北の一軒家に一人で住んでます。なるほど。どうもありがとう。それじゃお大事にね。ということで、今度はミラルダを、まあ、探しに行かないといけないということですね。じゃあミラルダの家に行ってみましょうか。ワープ2でアムダかな。まあ、こっから先は徒歩になりますね。お、いきなり戦闘だ。と言っても、まあ、今回初めての戦闘か。リュナンはまあ殴る。デスクラブは
炎の杖の方がいいかな。ガードされちゃう可能性もありますからね。ゲールはじゃあ銀の杖 を使ってみましょう。お、効きましたね。ん、惜しい。あ、ヒットポイント20ぐらいだったら殴った方が良かったかな。ん、戦闘が多いぞ。フォータスナイトは面倒なんで逃げましょう。硬いんでね。毒ダイガエル、まあこいつは結構弱いんで戦いますか。ソニアはまあ普通に鋼の剣でやっちゃいましょう。まあさっきのヨルドの港とかでね、いい武器を買えばもっと楽なんでしょうけれども、全然装備品をね整えてないですからね。ふう、でこの家かな。でつかないし会心でも無理か。うん、やっぱり毒オーガエルには、あ、仲間連れてきちゃいましたね。銀の杖がよく効きますけど、もう一本ぐらい買った方がいいかな。あ、全然戦闘が終わらないぞ。ちょっとフラート国王の下りでぐだっちゃったんで、早めにねやりたいんですけれども。よし、お、ソニアがレベルアップ、ようやくレベル25ですね。ここかな、ミラルドの家。結構恰幅のいい女性ですね。なんだね、あんたたちは。あなたがミラルダさんですね。ああ、そうだよ。実は、ボアド船長のことでお話があるのですが。ボアドのことで？あの、ぐうたら息子がまた何かしでかしたのかい？そこでセリオスは今までのいきさつをミラルダに説明しました。ふーん、そうかい。城に忍び込んでお宝をいただいてきたのはいい、海賊だからね。黄金の鍵を捨てたのも仕方ないだろう。しかし、嘘をついてとぼけたのは許せないね。返したくないなら返したくないとはっきり言えばいいんだ。うん、なるほど。わかった。私が話してやろうじゃないか。しかしだよ、あんたたち、まさかこの年寄りに歩いていけなんて言うんじゃないだろうね。まあ、結構遠いですからね。え？あんたたち、ワプの翼って知ってるかい？はい。そいつを使えば、行ったことのあるところなら、ひとっ飛びだって言うじゃないかい。そいつを持っておいで。そうすりゃ、その宝石を取り返してやるよ。ひょっとして、これのことですか？うん。まあ、大量に買ってありますからね。なんだ、持ってるんじゃないかい。だったら、さっさとよこしな。ワプの翼を渡しました、と。ミラルダはワプの翼を使いました。まあ、これで一足先に、ボアドのところに行ってもらって、で、追っかけますか。ワプに、海賊島。お、ビシッ、バシッ。早速やってますね。ボアド、あんたって怖。ビシッ、バシッ。何度言ったらわかるんだい。ビシバシ、相当殴られてますね。か、母ちゃん、許してくれ。ボアド大丈夫でしょうかね。あ、いたいた。お、お前ら覚えてろ。まあ天敵というかね、母親連れてきちゃいましたからね。あんたたち遅かったじゃないか。この子にはよく言って聞かせたからね。ありがとうございます。まったく、いつまで経っても子供なんだから。ボアド、この人たちの宝石を取っておいで。でも、母ちゃん。まだ分かってないようだね。と言って、ミラルダは右手を振り上げました。おっかないですね。ひー、わ、分かったよー。
グズグズするんじゃないよ、とっとと追いき。もうこうなってしまえば、もうボハドも型なしですね。まあ、大量に袋があったところから持ってきたのかな。母ちゃん、取ってきたよ。これかい？太陽の石ってのは。なるほど、この子が欲しがるのも無理はないね。ほら、返してやるよ。そいつを持ってさっさと行きだ。ありがとうございます。太陽の石をもらいました。なんだね、まだ何か用があるのかい？いや、ないです。あ、完全にそっぽ向いてますね。お、お前ら覚えてろ。これでまあ多分黄金の鍵が取り戻せると思いますが、海賊の話は特に変わらないかな。そうだ、寝込んでる人は大丈夫なのかな。あ、一緒ですね。とじゃあ MP だけ回復して、ヨルドかな。あ、違う、ワップ2で、ヨルドで漁師の夫婦のところに行ってみましょうか。今回はもうほとんど移動がメインですね。この漁師さん、これはこれはエリオン様、この石をあなたの持っている金色の鍵にはめてみてください。お、ぴったり収まるじゃねえか。ん？この紋章は。こりゃぶったまげた王家の紋章じゃねえか。城で一度だけ見たことがありますぜ。それじゃあこの鍵は本当に王家のものだったんですな。まあさっきからそう言ってたんですけどね。う、疑ったりしてもう申し訳ない。どうぞお持ちください。黄金の鍵をもらいましたと。まあこれで王家の墓にまあ行けるようになるわけですね。エリオン様、申し訳ございません。全くうちの亭主と来たらと。まあ返してくれたんで、まあ許してあげましょう。そしたらまあ王家の墓に向かうんですけども、バーバラの家が一番近いかな。まあ今回こそね、王家のお墓に行く前に装備関係とか呪文をね、実況外で、整えちゃいたいと思います。まあ、とりあえずバーバラに回復をしてもらって、あ、話が長いな。MP も全開してますよね。うん。あ、またリュナになっちゃいましたが、まあ、とりあえず今回は、ここでセーブをして、終了したいと思います。ここでいいのかな。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。